第58回配信を始めます。タイトルは赤江達也、首相の教会と日本近代その3です。えっとですね。あの前回配信で、えー、赤江達也氏の市場の教会と日本近代の。初めにの部分。初めにキリスト教知識人の時代。 その際にですね、えー、まあ最初の見出しの日本の復興と宗教の使命のところで,でキリスト教ナショナリズムについて、えー、述べたあとちょっとその、えー、4行ほど中略としですね、えー、そしてまた ここで、えーキリスト教、キリスト教知識人について述べた後中略としたんですが、この中略とした部分に、キリスト教知識人の具体例が載っているんですね。それで、その部分をですね、改めてちょっと再掲してみると、大体、まあ、あいい読み上げたんですが、もう一度読んでみると、 え正確に読んでみると、えー、注略とした部分には次のようにあります。南原だけではない戦後改革の時代には、少なからぬキリスト教知識人が戦後憲法や教育基本法をはじめとする戦後社会の枠組みの形成に関わっていた。戦後初代の文部大臣となる,となる前田多門、東大教授、アメリカ研究で貴族院議員の高木 八坂東大教授法学であり、遺族院議員、文部大臣、最高裁判所長官を歴任する田中幸太郎。東大教授、植民政策学、国際関係論にして、戦後二代目の東大総長となる柳原忠夫。 運輸大臣、労働大臣の増田兼七、いわゆる大塚私学によって戦後社会科学を牽引した東大教授、比較経済史の大塚久をらである、また皇室資格には初代宮内庁長官の田島道次、侍長の三谷隆信らがいたと <laughs> いうことでですね、ここに挙げられた人たちをですね、 青年順に、えー、まああの列挙してみると前田多門田島道路高木八坂南原茂田中孝太郎三谷孝信う柳原忠夫増田兼七大塚久夫 となります <laughs> あのウィキペディアにリンクを貼っておきましたがあ例えば一番最初の前田多門だと立教中学1校東京帝国大学卒業内務省入省ということでまあ戦前日本のですねエリート中のエリートなわけですね、えー で全部リンクはし、えー、全部リンク先見はしませんが <laughs> 前田多門田島道次高木八坂南原茂からですね、えー、柳原忠夫までこれみんな一行旧姓 そして東京帝国大学卒業なんですね。えー、そしてこの中では増田シ七だけがちょっと変わっていてですね。えー、あこれ私あの昨日の配信では増田シ七って読んだかもしれませんがあ正しくはシ七ですね。えー、この人はあの八蝴、旧姓八蝴。 中退後、えー、早稲田大学専門部を卒業し京都帝国大学法学部卒ということでまあ、若干屈折しているわけですねまあ,あそうはいっても内務省に入って戦前の,その省庁のランク付けの中では内務省がトップだったわけですがその内務省に入って。 いる人ですねやっぱりまあスーパーエリートの一人ですそして大塚久男あここが発行って書いてあるちょっとまずかったですねまあ正確な経歴は、えー、先に見た通りですがで、えー、まあそれとも大塚久男これはあの参考 ですが、あ参考京都ですが、京都邸大、東京邸大ということで、まあ、やっぱりスーパーエリートの一人ということですね。で、年代としては、1884年生まれから、あ大塚、久の1907年までということで、えっと、 大塚久男だけですね、ちょっとあの時代がずれているんですね。えそしてそれはあの思想的な面でもですね、大塚久男、1907年生まれの大塚久男になると、まあマルクスの影響とかがですね、えー、相当出てきて、えー、若干ですね、その大塚久男の前までの人々とは、 あ思想的な傾向もちょっと違ってくるということになります、えー、まあその中略した中略とした部分の後にですねえ中略じゃなくてその今紹介した部分の後に、えー まあ、昨日の配信で述べましたけれどもこうしたキリスト教知識人の存在は日本キリスト教の重要な側面を示している一般日本ではキリスト教は受け入れられなかったと考えられやすいだがキリスト教は日本の知識層にある種の仕方で需要されてきたそれはマルクス主義の需要とも似たところがあるマルクス主義は20世紀の日本で多数派となることはなかったが 知識層に圧倒的な知的・政治的影響力を及ぼしてきた、えー。敗戦後のキリスト教はそのマルクス義に匹敵する存在感を持っていたのである。ということですが、あの、敗戦後のキリスト教はそのマルクス義に匹敵する存在感を、ま、持っていたというふうにありますけれども、 えー、戦前のですね、えー、エ,リエリート教,教育のー中心であった一校旧制一校東京帝大では、1910年代までは、あ やはりキリスト教が教養文化の中心となっているわけですけれどもその後急速にですね1920年代になると急速にマルクス主義の影響が強くなって、えー、その知的な権威ということでですねマルクス主義があまあ,あ少なくともその エリート教育の世界のな、エリート教育の場である旧制高校の場の中では、急速にですね、マルクス主義の影響が広まっていくということで、えー、ちょうど大つかしさを、あたりを、うん、大恥ずかしさをあたりが教養主義の最後、 で、えー、その後の世代になると、えー、もう全然思想的な環境が違ってきてしまうわけですね。で、その代表例があ、伊藤律という人物で、あの、伊藤律についてはですね、 50年問題と網野義彦犬丸義一というカテゴリーでですね、ちょっと詳しくやったことがあるんですけれども、糸立は1913年生まれです。で、非常に早熟で、 中学本来だったら、旧制中学本来だったら5年やるところをですね、4年で終了して、えー、1930年に旧制一校に入るということなんですね。そして、えー、一校ではもうすぐにですね、共産党活動に入って、えー、結局一校を中退してしまうと。まあ、奉公という処分になるわけですが、あこの一 1913年の伊藤率以降の世代はですね、えーまあ、本当にみんな、みんなといっても、まああ、別に全員というわけじゃありませんけれども、相当多くの部分がですね、えー、マルクス主義の、まあ、に被れるといいますか、あ あーうーんまあかぶれるとい言い方ですけどはまあまあ、えー、っと失礼かもしれませんけれどもまあ,あ本当にものすごい勢いで、えー、学校の雰囲気を塗り替えていってしまうわけですね。 で大正教養主義の時代が一気に割とまあ殺伐としたマルクス主義の風潮に塗り替えられていくとそれがまさに戦前の最高の教育機関で起こったわけですね。そして 一旦そのそうして、まあ、治安維持法などがあ制定、えー、強化されて、えー、マルクス主義が下火になった後戦前にまたあ戦後にですね、えー、またあキリスト教とおマルクス主義が復活してくるわけですけれどもその勢いで ということで比べたらやっぱりマークシーノが圧倒的に強かったですよね。まあ、ということであの戦前にエリートの世界で展開されたことが戦後に今度はもうちょっと一般的に広,広い世界で展開されることになるわけです。うん、まあ そうしたですね旧政以行の雰囲気の変化を物語るのは例えばこれ2018年12月の投稿なんですがあ竹山あ道夫がですね、えー 伊藤律に対してですね、えー、伊藤君つまらんですか教科書に使ったらどんな傑作でもつまらんですよと言ったという、えー、このエピソードなんですけれどもこれはあの小説家のですね、えー 杉浦民兵の著書に出て,くるんですけれ出てくるエピソードなんですけれども「えー、伊藤律」というタイトルでですね、えーまあ、あ前半の方はまあしょうもないことが書いてあるんですが。 1藤が学校で秀才であったかどうかは知らないというのは彼は入学間もなく左翼運動に入ったらしく一度も試験を受けていないので一度も成績がつかなかったからであるそれでも時々教室に出てきてドイツ留学から帰郷したばかりのドイツ語の竹山道夫教授がソフォークレスの「アンチゴーネー」読本をテキストにして講読を始めた途端あ「つまんねえな」と大きな声で、えー、つぶやいたりした竹山先生をさっ と感色を変えて伊藤君つまらんですかあ教科書に使ったらどんな傑作でもつまらんですよよろしい総括率はやめますどうせつまらないんならあ次の時間からアイヘンドルフのーターゲニ室をやりますから用意してきてくださいとパタンと本を閉じて出て行ってしまったということでですねまあ 許容主義を代表する竹山道夫に対して伊藤律がですね、えー、そんな話はもうつまんないとああいうふうにバカにしきった態度でですね、えー、まあ,あ反抗して、えー、竹山はそれに対して まあ比較的丁寧な対応をしていますよね。まあ相当プライドは傷ついたんでしょうけれども。まあこういった感じでですね、1910年代の救世以降と1920、まあこれは20年代ではなくて、 ないですけれどもまあ、1930年の話ですけれども1920年代半ばぐらいからですね一行、えー、の雰囲気なども相当変わってくるということなんですね。あの内容的にちょっと先鉢ってしまったかもしれませんが。 赤江氏の著書ではですね、えー、マルクシーに匹敵する存在感を持っていたのである云々の後ですね、次のように、えー、続きます。えー、内村勘蔵という信玄。ところで、右に挙げたキリスト教知識人には2つの共通項がある。1つは1910年代に成立した教養主義の絶対 長期にエリート教育を受けているることであるそしてもう一つはあ彼らがいずれも青年期に内村肝臓の門下生であったということである彼らがクリスチャンとなったのは内村の影響と看過によるものであるあであったということでここで中略としましたがあこの中略とした,とした部分には 内村の経歴が書かれていて、それはもうすでに何度か紹介したので、それに相当する部分というのは省略します。そしてですね、え、ー 続きを見ますと、だが本書が注目するのは内村が提唱した無教会と呼ばれるキリスト教である。内村は1900年39歳の時に本格的な伝道活動を開始する。すでにその頃には評論や講演を通じて青年たちを魅了し、引き寄せ始めていた内村は、自らのもとに集まる青年や学生たちに自宅などを開放した。その結果、内村の周囲には教養主義的な私塾、あるいはサロンのような場が形成されていた。 その親しい交わりを通して内村は彼らを共同したこうした指定関係はニ仁戸部井謎や夏目漱石にも見られるものであるただ内村の場合には指定関係の一つの基盤としてキリスト教思想運動が形成されていった点に大きな特徴がある内村の門下には先に挙げた人々の他にも後に作家となる政宗白鳥 有島滝を志賀直哉社会主義者の酒井古仙や森戸達夫岩波書店を創設する岩波茂樹夫といったそうそうたる青年たちが集っていた中には藤井滝氏や塚本虎子のように東京帝国大学を卒業後に官僚となり数年後にその職を捨てて電動者となる者もいたというふうに続くわけですね あの、内村のもとに集まった青年たちは、最高、当時最高の教養のですね、一部としてキリスト教を受け入れているという面がありますね。 それが1910年代の雰囲気だったわけですね。1910年代に成立した給与主義の絶頂期にエリート教育を受けたと。それがあここに挙げた人々のうち、まあ、1907年生まれの お大塚しさを除く人々の共通点ですよね。そしてですね、赤、え、ぇ、ー、赤石は内村の門下には先に挙げた人々の他にもうんぬんということで、政宗白鳥等の名前を挙げているんですが、これはですね、若干、 まあ、不正確ではないにしても、まあ、ちょっと変な感じがしないでもないですね。えというのは、まず、年代がですね、先に挙げた人と人たちとは相当違っていまして、坂井敏彦は1871年生まれ、有島武雄は1878年、正宗博士は1879年、 で、岩波修行は81年ということで、えー、相当みんな高い、さっきのグループより相当年齢的には高いんですよね。そして、えー、この人たちはあ、一向東京定大ということで、えー、後に学会、あるいは寛解に、 人々なんですがまあここで後半の方で、えー、赤石が挙げている人は、まあ、もうちょっと屈折していますよね。例えば、えー、ま酒、あ、井俊彦これ年齢はうつまでだと10歳しか違いませんが。 一応第一高等中学校に入学するもののまあこれあの旧正一校にこの後なるわけですが、えー、一応まあそういうエリート校に入学する者も,も学費滞納して除籍ということであとはあ生計活動のために小説を執筆して、えー、よろ論調法の記者になると。 でもちろんその後社会主義方面に急速に進んでいくわけですよね。で平民社を設立ということで果たしてこれがですね、えー、内村勘こ,これがじゃなくて酒井俊彦ですね内村勘三の門下生と言っていいのかといって たらまあ相当変な感じが私にはしますね。その点、えー、有島武雄なんかは確かに内村の思想的影響を相当受けていますので、えー、まあ有島武雄はもう,、えー、もうかせと言っていいんでしょうね1878、えー、年生まれで学習院中とか後。 札幌農学校とこの辺りはああ内村の肝臓内村肝臓の、えー、ルートと似てますよね海外に行って、えー、海外に留学した点っていうのもまあ内村,内村に似てはいますねう <laughs> <laughs> んまあ有島卿はあ 後にやっぱりちょっとあの宗教的な点では内村と対立するようになってですねキリスト教信仰に疑問を持ち離れて大月境なんかに近づいたりして思想的にはとぶれてしまうわけですね。そして えー、1923年、まあ、人妻あであったあ女性と軽井沢で心中してしまって、ですねそして、えー、<laughs> 死であった内村勘三はあこの度の有島氏の行為を称える者が世の知人によるならばその者との交流を断つと。 いうふうに言明したというふうに、えー、まあ最後はあ内村から見張らされてしまうわけですね次の政宗白鳥 まあこの人もですねやっぱり内村にべったりという存在ではなくてですねあのまあ割とあの客観的にというか冷たく内村を描いたエッセイなんかもあるんですね。 岩ししまあ、この人はもちろんあの岩波書店の創設者ですけれども、えー、この人は学歴は一校中退ということですかね。 であの東京帝国大学哲学科、専科とありますが、専科というのはやっぱりちょっとあの本科とは相当違う扱いのお、まあ、学歴としては相当ちょっと見劣りするものになってしまうんですね。まあ,あのビジネスの世界で、えー、成功した人ですので、学歴がどうこうというのはあの 岩波未業の行った事業を考えればですねまあ,あ、うん、まあそんなにそのうるさく言うような話ではないのかもしれませんがただまあ,あの相当エリート教育の世界に近かったわけでそこで培った人脈っていうのは 岩波企業の事業に大きく影響を与えていますよね。結局ですね1910年代に成立した教養主義の絶頂期にエリート教育を受けたという その人々とほぼ同じグループに入れるべき人は、まあ、この森戸達夫と藤井猛司塚本寅治の3人だけですかね。 特にこの星印で、ちょっと、星印をつけておいた藤井竹氏と塚本寅次という人は、一向東京帝大、そして内務省、内市農商務省というですね、当時の最、最高のエリートのルートを進んだ後ですね、間もなく、 やめてしまって電動、えー、の道に入るんですね例えば藤井たけしを見てみますとうん、これちょっとあのビキペディアの説明あんまり良くないんですがあ東京帝国大学を卒業すると京都府になる、えー、京都府に赴任って書いてありますけどこれ内務省に入ってるんですね内務省に入っ で京都府に最初行き次に山形県に行きということでえまあまあ本当にエリートコースを進んだわけですが内村との関係はですね比較的早く。 うその宗教の直接宗教に関わる問題じゃなくて結婚問題でですね内村と対立して去っていくわけですねで独立伝道生活に入ると塚本寅氏もですねやっぱり一校東京帝大卒業後 農商務省に入るわけですが、あ関東大震災、あえっと、1911年に農商務省に入って、19年に退官うんです。う そしてあのこの人は本当に最後の最後まで、えー、内村勘三についていこうとしたんですが最晩年にですね内村と対立してしまうんですねまあ独立という表現をしていますがあ内村の立場からしてみればですね、えー ある意味波紋に近いようなやり方で、えー、2人はあ離れてしまうわけですね。まあというふうに、えー、赤井達也氏の記述に従って、えー、内村あ 肝臓の周辺にいたですね、えー、人々を具体的にちょっと見ていきましたがまあ、本当に、えー、驚くほど優秀な人たちが集まっていたわけですね。で内村はずっと東京にいましたので、えー、一工と東京帝国大学を中心とするまあ,あ 将来有望な青年たちが内村のもとに集まったということでえ無教会派がですねまあ本当んにいいエリート中のエリートと結びついたことで、えー まあ戦,後えー、戦後改革の時代にはあ本当に、えー、素晴らしい、えーまあ、業績と言いますかあ、まあ、結果的にですね、えー、もちろん1910年代に、えー、宇都村の周辺にいた人々が将来どのような あ世界で活躍するかっていうのは全然分かんなかったわけですけれども、えー、結果的にですね、えー、終戦直後の時代にそういう人たちがあ素晴らしい改革を素晴らしい活躍をして、えー、戦後社会の枠組みを作っていったということで、えー、これはあの無教会派の素晴らしい点。 でではあるわけですよねただそれはあのあくまで結果的にそうなったということであって、えー、戦前の浮村が内村が生きている時期において、えー、まあ,あ決して無教会派が ある程度広がったにしてもその基盤裾野っていうのがそれほど広がらなかったあくまでエリート中心の集団になってしまったというそういう反面欠,欠点というかそういう面もあったわけですよね。あの プロテスタントの世界というのはあまあもともとあの明治期に入ってきたあキリスト教の世界というのは世界といいますかキリスト教の影響を受けた人々というのは 民衆と言えるような人々ではなく、まあ社会の相当上層の人があ基本的に多かったわけですよね。えー、まああの、正教会、えー、ロシア正教はちょっと違うんですけれども、プロテスタント、カトリックとも、お 比較的社会のの上層の人々が多かったとそして、えー、無教会派の場合、南原のです、えー、内村の無教会派の場合はですね、もう本当にちょっと極端なほどエリートが集中してしまっているわけですね。それはなぜかといえば、やっぱりその、 内村は教会を作らずに雑誌で自分の立場を表明して賛同者を増やそうとしたとそしてその内村の文章はですね、まあ、非常に格調の高いものであったけれども相当難解なものであってそれをきちんと理解できる抽象的な議論をですね理解できる人っていうのはもうそもそも最初から相当限られていたわけですよね。 市場の協会に参加する人たちっていうのはただ字が読めるというだけではとても駄目で、えー、相当深く抽象的な思考をできる人にそもそも限定されていたとそして、えー、内村が東京に拠点を置いたことによって、えー、拠点を置きそして一行、えー、等のですね、えー まあ、当時のスーパーエリートの卵たちを弟子とすることによってその無教会派のその雰囲気がですね本当にまあ まあ率直に言うと頭でっかちな人々にを中心とするものになってしまってえそ,のそ,のえその運動としてはですねそのそのっていうのはさほど広がらなかったんだろうというふうにえまあ言って良いと思うんですね。 まあそうは言ってもエリートと接触したことによって、えー、内村が1930年に死んだ後15年後敗戦の時にですね、えー、内村が撒いた種が花、まあ、開いたということでそれはそれで素晴らしいことではあるんですがじゃあ無教会派が敗戦,、えー、戦後ですね えー、大いに広まっていったかというとそれはまた別の話であって、えーまあ、1950年代に入ると失速していくわけですね。えー、それはちょうどマルクス主義でがですね、えー、1950年代になって で政治的な対立等を含みながらもあ、強烈な社会的影響力を維持し続けたこととはちょっと対照的ですが、なぜそうした事態になったのかについては、次の回に少し話してみたいと思います。えー、今回の配信は以上とします。